し入れの底から出てきたプラモデルを紹介します。バンダイさんの商品です。勇者ライディーンと宇宙戦士バルディオスが出てきました。ライディーンの方が400分の1スケールで、バルディオスの方が800分の1スケールと書いてあります。過去の資料だと、ライディーンが全高52メートル、重量50トン、バルディオスの方が全長100メートルの重量が900トンと書いてあります。ライディーンの方からです。開封してみます。昔のプラモデルなので単色の白です。取説です。塗装の塗料は白、赤、黄色、シルバー、スカイブルー、明灰白色、コバルトブルーなどです。塗装が大変そうです。注意書きです。ライディーンの方は以上です。バルディオスの方です。主人公とヒロインです。フィギュアはついてませんと書いてあります。ライディーンの方もフィギュアついてませんね。
開封してみます。こちらも同じく白のみの単色です。同じく注意書きが入ってます。塗装の必要な色ですね。黒、赤、黄色、コバルトブルー、スカイブルー、エアスペリオリティブルー、シルバー、ミディアムブルー、ピンクです。戻します。ライディーもバルディオスもですが、先ほど言ったように単色なので色を塗らなきゃなりません。この頃のプラモデルは接着剤が付属してないようです。接着剤が必要なので、組み立てるには接着剤も必要になります。どちらにしてもまだ作らないのでタンスにしまい込みます。製品紹介でした。